この項目では、回転体のアンバランスについて記述する。回転体において、その質量の中心が回転の中心とずれている状態のことをアンバランスと呼ぶ。回転不釣り合いとも呼ばれる。アンバランスがあると、回転体は振動し、破損の原因になるほか、騒音を発生させる。このため、 高速回転体、大型の回転体では製造時、保守点検時にバランスを取るのが一般的である。自動車タイヤのホイールバランスが有名である。その具体的な方法はバランスウェイトの追加などによって行われバランスを計測する専用の機械がある。アンバランスには静的アンバランスと動的アンバランスの2種類に分類される。他方でアンバランスは 過信機として使われることもある。経年変化、汚れの付着や変形により、質量中心がずれてしまう。加工、組み立て、加工精度や、組み立て精度により、アンバランスが生じる。熱変形、熱による、部分的な膨張により、アンバランスが発生することがある。意図的なアンバランス、設計上あえて、アンバランスを作り、過信機として利用する。振動、 騒音、軸受けの寿命を短縮重りの負荷、材料の部分除去、質量の移動、質量を中央に集める試し重りを適当な場所につけたときに、振動の仕方がどのように変わるかを計測し、計算によってアンバランスを特定する。振動は軸の加速度や変異によって計測される。性的バランス、回転体の重心が回転軸上にない状態。 ローターを滑らかなレールの上に乗せると思い部分が下向くイメージ。玉バランス、回転体の重心が回転軸上にある状態で回転時に傾きのモーメントが生じる。質量主軸と回転中心軸が一致していない時に起こる。回転時の未振動を起こす。動的バランス、静的バランスと玉バランスの両方が存在する状態。ありがとうございます。